はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はブレインマッスル高校やっていきたいと思います。で、アプリの方でもね、ブレインマッスル高校はあんまりやったことないんで、まあ、立ち回りとかは多分全然うまくないと思うんですけれども、まあ、とりあえず基本のところを押さえつつ、まあ、サクセスの方をやっていこうかなと、思います。で、デッキの方を見ていきましょう。デッキはこんな感じで来てます。で、基本的にはやる気効果アップ、まあ、100% とかね、高いキャラを中心に入れて、まあ、あとはそこから、まあ、金徳とか、まあ、コツとかを考えて編成を組んでいくっていうのが、基本になりますかね。で、まあ、ブレインマッスルの、ね、特性上、得意練習を変えることができますの で基本的にそのアヘとかっていうのはやる気効果アップがあって、まあ、点数が伸びるっていうような形になってますので、まあ、なるべくやる気効果アップ持ちっていうのを入れてます。で、一応前回当てた能見さん と、一条は連れてきてるんですけれども、まずちょっと能見さんの方から見ていくと、実はねやる気効果アップっていうのが、37レベルにならないとつかないんですね。まあ、ただ能見自体は、全然優秀なキャラなので今回、入れてきてます。と、一条に関しましては、やる気効果アップ 50% になって、で固有ボーナスでもやる気効果アップがあるんで、これって何パーセントなんだろう、 25% なのか 50% なのかちょっと分かんないですけど、まあ、とりあえずやる気効果アップがついてますと。で、タックの、ね、パーセンテージは低いんですけれども、筋力ボーナスですね、こちらが高いので結構筋力を稼ぎやすいキャラになっているかなと、思います。で、金徳の方は、そうか、コツとかも見ていきますか。能見さんのコツが、こんな感じで、で金徳が、気迫ヘッドですね、まあ、査定効率のいい金徳になってます。で、ブレインマッスルに関しましては、その電池を回収する上でコツをね、取得して、いった方が効率よく電池が稼げますので、コツがいっぱいあるキャラについては全然ウェルカムですね。で、一条については、まあアベレージヒッター、パワーヒッター、固め打ち、粘り打ちと、で余計なものはついてなかったはず、うん、そうですね。で、コツも非常に優秀で、威圧感持ちで、実際にこの威圧感をくれるんですけれども、まあ、かなり成功率は低いみたいですね。で、威圧感をくれた時にはもう経験点、消費なしで、直に、威圧感をくれるというような、感じになってます。で、彼女キャラは今回、新島ちゃんを連れてきて、で、あとはテーブル的にやっぱね、ライチがね、暴れるらしいですね。まずライチはやる気効果アップ 100% がついて、筋力ボーナス4がついて、で、さらにタックが 80% で、そこから、固有ボーナスの、タックがつくので、かなり点数は叩き出せるテーブルになってるかな。で、もしね、45まで解放できれば試合経験点ボーナス 10% もついて、まあ、仮に PSR の50にいければやる気効果アップ150というようなところになって、今回ライチはあの PSR 40でお借りしてますと。で、あとは、ナヌークを入れて、江戸川くんの一番やり、ナヌークの、打開で、コツを掴んでいこうかなと思ってます。まあ、とりあえずやっていきましょう。ちょっと前置きが長くなっちゃいましたけど、でコツが来てるので、これいいね。江戸川くんはね、ムードがあるんで、できればムードは直取りしたいんだけども、チャンスメーカー、よしよしよし。で、ライチはね、まあ、確かに、テーブル的にはいいんですけれども、金徳がねアーティストなんで、まあ、そこがちょっと好みが分かれるところかな。まあ、自分的にはアーティストは全然、ウェルカムなんですけど、ここも人がいっぱいいますね。まあ、新島ちゃんの評価を中心に上げつつ、クリスマスは間に合わせたいよね、できれば。で、今回は、彼女キャラっていうかマネージャーキャラを連れてきてないんで、まあ、もちろんお守りは持ってきてません。で、その代わりなんか病気が治るドリンクかなを持ってきてます。で、 6% でコツが来てるんでやろう。 OKOK、 評価もね上がるんで。わっ、しまった、チャンスメーカーこいつも持ってたか。でも取れたかな。よくわからん。ナヌークってさ、しかもどういうキャラなの。ナヌークって何で出てきたやつなんだろう。
今までさすがにね全部のパワープロはやってきてないんですけれども、ある程度ねやってきて、最近のちょっとやってなかったのかな。これ何存在が限りなくゼロに等しいな。でメンタルも誰もいない。まあここは寝ておきますか。お、これはこれは監督強化とか上がるのかな。29点、待って逆に下がったし、ひどいな。新島ちゃんの評価を上げていきますか。監督評価64になっちゃったよ。初期の監督評価っていくつなの。60とかなのかな。で最後は、気迫と根性、これが金徳ですね。真ん中で進んでいきますと。でねポイントをねかなりくれるんですよね、能見くんは。コツライチ、新島ちゃんいるけど、ここはコツを取っていきましょう。チャンスメーカー5になっちゃったよ、早かったな。でムードは取っていって、まあパワーヒッターはやっぱり欲しいよね。粘り打ち、まあ、粘り打ちも潰していきましょう。これはどういうイベントだ。野菜全然食べてないやる気が下がった。まあ俺も野菜全然食べないけどね。でここで全員の得意練習が変わって、で一定期間ごとに得意練習がシャッフルされます。まあ自在にねこの電池を使ってシャッフルもできるんですけど、とりあえずピックアップされてるひらめき特訓ですね、得意練習が例えば雑巾掛けっていうのは筋力、走力、メンタルじゃないですか、がいれば、発動して、まあ、敏捷ポイント10、精神ポイント10もらえますと。で片手運転も、片手運転じゃねえよ片手運転はマジ危ないからいや別に事故ったこととかそういうことしたことないけど、片手運転は、肩が3人いれば発動しますと。でひらめき特訓一覧は三角で確認できて、金徳のコツとかもね手に入ることができます。一応野手の場合は勝負師ですね、打撃、打撃、筋力、筋力、メンタル、メンタルが揃うと勝負師のコツが手に入ると、いうような感じになってます。で、ナヌークがね、魔術師で、今回守備職人のコツを持ってる人がいないんですけれども、まあ、もしうまく、この守備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 が発動できれば、守備職人のコツも、手に入って、今のところあとこれだよね、肩がね3人いるんでどうしようかな。ちょっと狙っていくのもありかとは思うんだけど、 7% どうしようかなもうどうしようかなばっかりだけど、監督と新島ちゃんがいるっていうのがでかいんだよね。でこの新島ちゃんじゃなくて電池自体はこの特殊能力を取得するごとに、1個取れます。で二重丸ものについては丸で1個、二重丸で、1個もらえるようなところになってます。でパワーはね、上げておきたいんで、いいかやるか。監督評価も下がっちゃってるし、まあ、だから同じところに練習が揃った時に、得意練習をそこに集中させるというところで、まあ、前半はね、いわゆるこのちょい回しをやっていっていいと思うんですよね、ひらめき狙いで。新島ちゃんこれはメンタルにいるんでやりましょう。おーチームメイト評価が上がっていくね。片手運転おお告白来たね、早い早い。付き合おう付き合おう、いや付き合おうとは言ってないか最初は恋人のふりだからね。でコツが来てるけどさすがにこれは無理だなと。なのでお出かけをしてデートをしていきましょう。まあ、新島ちゃんはね、まあ、本当に、デートの内容も、まあ、選手兼彼女キャラっていうことを考えると全然、体力も回復するし、3回目以降はね経験点もガッポガッポくれるんでかなりいいキャラだと思います。ブレインマッスルに合ってますね。でやる気効果アップ 75% だったかな確か、普通のテーブルで。でライチ君もここで回復をしてくれて OK と。
で江戸川くんの粋な夢が来たんで、パワーをねやっぱ C までは上げておきたいですよね。これが1回目だからちょっと見るか、あー微妙に足りない。練習練習、あーこういう時にね、まあ、ここもそうなんですけど2人いるじゃないですか。ここはそもそも強化が足りてないんでタッグが発動しないんですけど、電池でね、筋力筋力に持っていくかどうかっていうところ、それ電池の数と相談しよう。5個か、どうしようかな。1回やろうか、どっちかを発動させたいねっていうか結局新島ちゃんが来たから、まあ、新島ちゃんのとこ行くか。新島ちゃん自体は単独タックだとねちょっと経験点が微妙なんですけど、まあ、せっかく電池を1個消耗したんで。で、ライチの金徳ですね。ライチもね本当にたまにね2回目で失敗するんですよね。で一条の威圧感と、これは勝負を挑んで進んでいきましょう。どういう勝負だよこれ。あ、やる気下がるんだ。で、またコツが来てますね。ここに2人、江戸川くんとライチはあれだな、仲良しだな。これは変えていくか。とりあえずライチ、あーひらめきがわりかし来てるね。これはちょっとこれでいくか。江戸川くん粘り打ちを掴んでおきましょう。あんまりね筋力を使いすぎると筋力が足りなくてパワーを C に持っていけないっていうことがあるんで、ちょっと江戸川くん使うときにはそこを気を使わないといけないですね。さて、お逆境ブレイクダンス、ここで、得意練習が全員変化して、さらに乾電池が補充されましたと。体力が下がってってんな。一応なんかひらめいてるね。まあここはデートしておきますか。結構デートが進んでるね。まあ新島ちゃんはねやっぱり3回目からがメインですね。デートはしかも攻撃を仕掛けるってさ、こういうセットのところで攻撃仕掛けられたらたまったもんじゃないよな。バイトとかマジここのお化け屋敷ブラックだよみたいな、客が攻撃仕掛けてくるんだぜって。これ確かなんだっけ、そうそうそう、体力のね最大値が8も上がってかつ回復するっていう。いや本当にイベントがいいですよね。能見くんは一条の挑戦状、これどうしようかな。一応ね下でね続くっちゃ続くんですよ。これ普通のイベントなんで、負けを認めるにすると終わります下がるけどね精神ポイントが10で、練習を見つつ、これどうすっかな、まあ、まずはちょっと評価を上げていこう。おお電池電池、そうブレインマッスルキャラはね一緒に練習した時に電池をくれたりするんで、それもねめちゃでかいんですよね。ここはまあ打撃でいきますか。筋力キャラが多いって言っても別に練習はねみんな変わっちゃうんで、本当に江戸川くんとライチいつも一緒にいるなこいつら何なんだ。ナヌークとな一条がまだ足りてないか。年内はちょっと評価上げに勤しむか。ここで乾電池も4つと。いやだいぶ乾電池溜まってきたね。17個もあるわ。一条まだか、ナヌークもまだか
やはり1錠がいると、ただ筋力ポイントがめっちゃ稼げるな。これはそんなことないよあんまりね、通常イベント調べてない。おねの評価が10か、微妙だな。お、一条の評価が上がってった。ライチが1人、コツでナヌーク、なんか潰さないといけないのってあったっけ。であとはまあ経験点の低いものは直取りしていって全然いいですね。まあダイダとかヘッスラとか、まあ、いらないっちゃいらないからね。体当たりちょっとあれだな今筋力ポイント不足だからな、残しておこう。ブロックとかね、帳尻合わせはもう取っちゃいましょう。まあ、かといってね、気分屋はさすがにね、いらないからね、俺の中では。基本的に調子優先で出しているんで、これは、ナヌークの評価を上げていきましょう。アベレージヒッター。よしよしよし。アベレージヒッターはね、ただ、ひらめき練習で手に入れることができるんで、今のところもうちょっと置いておきますか。普通のトレーニングにしよう。で、来てるっちゃ来てる。2人か、 21% か、ナヌークまだか、ここはデートしとくか。で12月の3週は練習をすると。そろそろ電池の方もちょいちょい使っていかないと。結局ね、余った余るって無駄なんだけどね。でそう、やる気もね、なるべく高めに保っておきたいですよね。やる気効果アップ持ちがたくさんいるんで。おお、いいね。だってこれでね、まあ SR45 ですけども80くれるんですよ、全部で。これは矢部くんに譲りましょう。これ確かなんかあれだよね、普通に実戦打撃みたいなのが行われたりするんで。あー、ナヌーク、ナヌーク。ここは一応ブレインミックスをしましょう。てかこいつら3人しか練習いねえんだけど。誰も固めるやついないんで、とりあえず変わらんな。ここもね、結構運ですよね。水泳が発動してるか、水球か。ポイント的には悪くないな、悪くないけど、ちょっとここは、おー、マジで筋力誰も来ない。とりあえず、江戸川くんロックして、新島ちゃん、ちょっと新島ちゃん、ナヌークもそうだけどさ、これマジで今回来ないな、ナヌーク。ちょっと待って、新島ちゃんとのダブルタック組みたい。ここは電池を消耗する場面じゃないね。これハマるね、これハマるね。ピックアップが2つ発動してるから、とりあえずいいや。いやー、これちょっと電池の無駄遣いっぽかったな。ここら辺がね、結構博打要素が強いんで、これにね、ハマる人はハマるみたいですね。やっぱり4人とかね、5人タックが来れば経験点はめちゃくちゃもらえるんで。いやでもね、今のはね、さすがにね、電池の無駄遣いでしたね。やっぱ引くところはちょっと引いとかないといけないか。コツひらめき中。肩2人いるね。どうすっかな、なんか取れるかな、まあ、電池を補充できるかどうか。阿部ひょ取ろう。もう3でどんどん取ってこう。初級って他なんかあったっけ。初級一応取っとくか。逆境も取るでしょ。インコースとかもな、直取りしてもいいっちゃいいんだよな。ま、とりあえずは、電池が7個か、7個か、ちょっとどっちかは、あれだね、筋力が3人、筋力が3人だから、こいつとこいつとこいつをロックしておけば、タイマンスクワットは発動すると。で、なるほど、これで、鉄球打撃が、発動するかタックが組めるかだな。よし、それでいこう。今回の方針は肩 OK。 まあいいか、これにしよう。
チャキーンと。これは技術ポイントが多かったけど、誰だ、新島ちゃんか。これもう3回目だっけ。おーいいね。まあ37だからね。タイマンスクワットで電池もゲットして、あとはここら辺でね、うまく大吉が出てくれれば嬉しいんだけど、これもね普通に20ポイントくれるんで。おお大吉きた。そしてタックメンタルか。あ、能見さん今メンタルだっけ。でもこれだったらな、江戸川くんからコツをもらった方がいいかな。もうちょいちょいね、見ていかないといけないんで、イブシギも取ろう。電池はどんどん回収していきましょう。体力が減ってたらね、能見さんでもよかったけど、フルヒッターね、結局フルヒッターとね広角打法が勝ち合うんだよね。で、ナヌークの金徳ですね、これは続けていきましょう。一応今のところ全員も評価は持ったのかな。で、いきな夢の2回目ですね。これは文楽ちゃんを追っかけて体力を回復していきましょう。一日にさ、こんないっぱい困ってる人いるの？まあ最初の人はね、ゴミを捨てたから困ってるとはまた別なんだけど、いやーいいね、体力回復はいい。特にみんなバラバラなんで、で、ナヌークの2回目ですね。進んでいくな。で、江戸川くんの通常イベント、これもね体力回復してくれるんでね、めちゃでかい。あ、これは江戸川くん、ちょっとやりたいぞ、ダブルタック行きたいぞ。江戸川か。まあ能見さん一応固めとく。もうここは本当に江戸川くんだけを変えればいいかな。わからん、ちょっと外してみようか。走塁っていうのもありえるのか。まあいっか、これでちょっと回すか。特に何もなし。ニュートンなんちゃら講座が発動したけど、得意練習にはかぶさってない。あ、固め打ちか、固め打ちね。打撃を1人入れないといけないのか。いやーちょっと無理だな。ダブルタック組みたいな、これはダブルタックマジで組みたいぞ。走塁があった、走塁が合う。いやーあと5個。新島ちゃんとか江戸川メンタル、肩きたね。よし、ついでにカウボーイロデオまで発動するんで、だいぶ電池使ったな。これがねうまくピタッピタッピタッとはまってくれるといいんだよね。すごいね、ダブルタックでこれだけいくのはでかいな。でプーヒッターはとりあえずはちょっとやっぱり広角打法が欲しいんで、まあ5にしておきましょう。ニュートン力学講座か。ニュートン力学講座って何、全く分かんないんだけど。で江戸川くんの3回目ですね。パワーは C まで行ってるんで、ここは大丈夫ですね。カッキーンと、うん、このポイントもでかい、一番やり。江戸川ライチ組すげえな。でももうないんだよね電池が。どうしようかな、使っちゃう？ちょっと待ってね。今のところはこの2人でしょ。打撃、いやもう分からん、ちょっと変えよう。あー能見さんと新島ちゃんがタッグ組めるようになったか。これでいいわ、ちょっと能見さんの方でいくか。
あ、違う、そうか、コツが来てるんだ。コツが来てるから一緒にやりたいんだよな。あと1個、あと1個に全てをかけるか。まあここ止めとくでしょ。能見さんも止めとくでしょ。ナヌークが守備に来てもいいのか。よし、ラストワン行こう。もう結局わからん、わからんけど、コツを取るか。いや、これはコツを取ろう。いや、電池最初の方結構溜まったけど、どん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 減ってったね。ゲッツー崩し、これもコツを掴んでこう。得意練習が変化して電池を5個補充しましたと。で、威圧感2回目で、おお、これね、これこういう時やりたいよね。電池は5個で、これすぐくれないからね、あのここでコツを潰したとしても。ゲッツー崩しもやるでしょう。で、プレイミックス、まず打撃は抑えると。で、他の打撃打撃打撃、この2人がなんでこうさ、うまいところで打撃になってんのに打撃じゃないのみたいな。まあいい、誰もならない。ちょっと待って待って待って、合宿がいけそうだね。右下の5泊6日灼熱合宿みたいなやつ。いや待ってよ、でもこれは打撃を揃えよう。来た来た来た、2人来た2人来た、こういう感じでね揃ってくれればいいんだけど、残り1人っていうところがなかなか辛いんだよね。来ない。おー、来た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 、オッケーオッケーオッケー。さてさてさて、おー、いいね、さすがだよ。江戸川くんパワーヒッターを取ったよね。っていうかさ、打撃でさ筋力259ってすごくないか。技術超えてるんだけど、どういうこと。まあこういうところがね、基礎ポイントとかの、まあ、多分一条が相当効いてると思うんですよ。いやー、体力的にはちょっと危なかったけど 0% だったね。これはでかい。そしてさらにコツをもらってバレンタインでも回復できると。で、ライチの2回目ですね。失敗しやがった。マジか。ボクシングボクシングするしかねえ、もう。で、電池も回収して、新島ちゃんからチョコレートもらって、これなんか3回目とかまで進めるとちょっと変わるみたいなんですよね。あ、勝ってる勝ってる。ひらめき中。2人いるね、新島ちゃんか。ただナヌーク、能見さん、コツも美味しいんだよな。電池は3つか。これはちょっと使っていこう。またひらめいてはひらめいてるんだけど、てるんだけどよ。そうすると一条別に打撃にしといていいか。さあ、なんかこれ、お、一発で揃ったね、この2つが。別にロックする必要はないんだけど。よし、これはじゃあ行きましょう。打開のコツが欲しい、打開のコツが。打開のコツをください、ナヌークさん。燃えてきたか。で、また来てますね、一条。ライチのコツだな、これは。ちょっと電池は使えないかな。一回揃えよう。E に持ってくか。臨床が全然足りてないな。これ筋力余りになるぞ。一条の筋力が半端なかったのか。臨床マジ足りないな。パワー上げられるだけ上げとく。A にしとこう。いや、筋力マジ余ってるわ。ここはライチからコツをもらっておくか。一緒に練習するっす。精神44。このイベントはどんなんだ。普通に練習しよう。代打。
まパワーあるし打っていきますか。監督評価をね上げていかないといけないんで。でこのままでいいかな。コンピューターに任せるとね自分の出番がない時がありますからね。よしよし、6回で回ってきたか。銭形のとったん行くか。いや無理か。もう一回。よしよしよし、これこのままだと下がるからな。オーケーオーケーオーケー、危ない危ない。うまくフォークを捉えたな。で次はでどうしますか。体力がないんで。よしよしよし、まあ、ここでねポイントが手に入るっちゃ入るんですけど、本当はね電池欲しいっすよねこういうの。あ、威圧感ブンってなると負けんのかな。いやーダメだったわ、タイエースか。まあしょうがないよねそこは。じゃあタイエースの特能も取っていきますか、せっかくくれたんで。ここはいくつ回復するの。4回目。いやいいね、回復量ほんといいよ。あれこれはなんだ。喧嘩、どっちもいいわ。ああ能見くんの評価が上がるのか。初めの方に怒ってくれるとよかったね。でこれはついていこう。うまそうだ。よし、体力がほぼほぼ戻ったぞ。メンタルのところに新島ちゃんがいるね。ナヌークと一条か。まあ一条はね、こういう時筋力が発動しないからね。監督の評価どうしようかな。一回上げとこうかな。新島ちゃんのコツもでかいっちゃでかいよな。一回プルヒッター取るか。広角だったらいいわ。で広角打法のコツをつかんだら広角打法に切り替えよう。意外性でしょ、チャンスメーカーでしょ、満塁男はコツがあるから取るでしょ、タイエースももう取るでしょ。ここからさらにインコースも取ろう。直取りしよう。よし、これで新島ちゃんはメンタルか。精神ポイントをくれるんだね。本当は敏捷ポイント欲しいんだよな。で監督評価的には足りるか、これ1回練習しないときつくないか。うこれはあんまり気持ちよくないな。うわ精神が下げられた。で守備3人いるね。これはちょっとやりたいね。プレイミックス7個か。ちょっと1回全部外そう。で守備で守備で、あと新島ちゃんか。打撃打撃で、ライチの方が打撃になればキャベツの千切りができるけど、あ綱渡りっていうのもあるんだね。どうすっかな。ライチを固めて結局守備になるから分からんわここら辺は。とりあえずいいわ。特になんでもない。ああそうか、守備がいっぱいいると守備職人とかも手に入るからね。新島ちゃんとりあえず守備。新島ちゃんとりあえず守備。来ない、また来ない病が来た。いやマジで来ない。あと2つ。いやあと1つ。ああとりあえずこれを発動させておくか。残念だ。なんかコツ取ったっけ、わからん。ナヌーク欲しい。コツをください。打開オッケー。ただ打開はあれなんだよね、敏捷ポイントを使うからね。絶対敏捷ポイント足りてないわ今。新体操、あ敏捷ポイント上がった、やったー。ナイス新体操。
で、まだひらめきは出てるね。ここにしたいな。とりあえず取れるのは打開取れるね。一番槍も取れるか。取ろう。他チャンスを一回直撮りしておこう。一回だけ直撮りしておこう。で、怪我しにくさもちょっと取っちゃおう。さて、そこから江戸川くんのコツか。そうだね、江戸川くんのコツでいいかな。少しでも敏捷ポイント稼いでおこう。草むしり技術か。よし、電池を4つ補充した。改造を止めよう。4つね、4つ。あー、なんか知んないけど普通にいる。やったやったやった。これ棚ぼただな。今度はでも逆に技術余りになってきたぞ。よし、これで魔術師のコツ3。いいね。ナヌークはね、3で取れるっていうのがね、めちゃでかいよね。で、シャッフルまであと4ターンあるんで、本当はアイスホッケーやりたいっすよね。守備職人のコツ取りたいんで、まあここはさすがにデートして体力を回復させましょう。新島ちゃんとのラストデートですね。で、その後ちょっともう一人を守備に固めたい。そこはシャッフルまで残り1ターンになったらでいいか。おお、体力を回復してくれる、ありがたい。内閣筆座のコツもくれて、また守備いる。新島ちゃん、これは行こう、狙おう。4つか、4つか、頼むぞ。おいー、ライチ。止めとこう。新島ちゃん、残り2。新島ちゃん来たー。よし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 、ありがとうございます。で、やりましょう。筋力系の人たちがね、ちょっと溜まってたから、まあ伸びっていうのはあんまり良くなかったけど。おお、テスト、なんもわからん。素足でアイスホッケーとか、マジきついな。マジ危機だな。よし、これでただまた電池をもらいに行けるぞ。初級取ろう。あとは魔術師取るでしょ。で、内閣筆座も取るでしょ。筋力はなくなったね。盗塁アシストも取ろう。打球伸びとか一回直撮りしてもいいか。ここに2人いる。まあここはお休みのターンでいいか。やる気をな、高めたいね。よし、電柱を5個。やる気を高めたい。遊びに行くっていうのもありだけど、まあダブルタックが来てるんで、ここはやっておきましょう。とりあえずパワーは A になってるんで、ここで、ラストのシャッフルですね。一条ナヌーク。一条はメンタルか。ちょっとここは使っていこう。6月でね、終わっちゃうんで。合宿が近いのか。これロックすると、あー、こういう感じになるのね。で、こいつが守備になればいいのか。30 30 30 30、でかいな、でかいな。いや、でも江戸川くんどこにもいないからな。いやー、どっちを狙うべきか。ダブルタックを狙うか。でも120だからな。ダブルタックでいくか、ナヌーク。悩ましい、めちゃくちゃ悩ましいね。まあいいか、とりあえずミックスしよう。もうこのまましょうがない。
君たちがさ守備になってもしょうがないんだけどまたあれだ、これにするとどうなるの、こういうロックになるのか、ねえねえ、もったいないっちゃもったいなかったかな。1条逆胸骨はもうあるからな。走塁が来たから、あとは1条が肩になればいいのか。1条肩、おお来た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 。でライチと走ろう、ライチと走る。え待って待って待って、1条肩かってことはこっちでもいいかな、こっちでしょ。で、固め打ちと、あれ固め打ちなんかで取んなかったっけ、コツを取ってないか。で、4人いるけどこれは無理でしょう。一応ねこっちがあるんですよ、万能パワードリンク。これってどんくらい回復するんだっけ、そもそもみんな総力にならないと話にならないから、一回ロックを解除してライチを止めるでしょ。どう、よし、のみさんが来た、あと2人、一条も来た。ここでちょっと総力爆稼ぎしたいね。ナヌク一応止めとこう。残りワン、うー君かでこれ使っちゃおう、せっかくだから。どう、微妙な感じだね。あと電池もうちょっとあるから固め打ちを取って、バントとかも取っちゃっていいね。職人はさすがにきついよね。あと取れそうな高速チャージはな、ちょっと臨床使うからな、気分やわな、いらないしな。ささやき、まあ、だったら打球伸びとか取りたいけど筋力が足りないと。3% かなんでさこれさ筋力がすごいの、やっぱ1条なんだよねまあ1条とライチが重なってるからなんだけど筋力ほんと稼げるな。一応そういうのも考えて組んだ方が良かったな。これ結局さ変わるからさあんまり意味ないかなって思ったけど、基礎経験点は結構効いてくるね。やっぱりビーチフラッグ、敏捷くれ敏捷で、一応2個乾電池をもらって、1人ナヌークか、ナヌークコツは欲しいけど、ここはちょっとお出かけしよう。やる気が、おおこれかマイナー作品か、いらない。これで能見さん通常イベント、どんなやつだっけ。うん、普通に経験点をくれる系か。おだるまさんが転んだでさ、なんで B 賞ポイントが30も入んのまあ2人いるっちゃいるけど、あーここに3人固まってるね。ただ筋力バカが2人いるからね、どうだろうな、まあ、3% だったら5月の4週か、5月の4週か、足になってるか。ちょっとやっぱ総力は欲しい。1条ってもうないよね。うん、ポイントをくれるはずで、これはまた今度でいっか。失敗するとちょっとなんか嫌だからな無難に体力を回復させておこう。で今月中に終わりますと。で2人か。いや1条いるとさやっぱ筋力すごいね。てか監督評価足りてねえじゃん。メンタル1回やってもう1回なんか練習すれば足りるか。でもここは取っておいて、で6月の2週、新島ちゃんが来てる。そろそろ取れるコツを取って最後に備えよう、まあ、来るかどうかは別として。なんかある、なんもなくねそもそもなくねっていう。取れるものとすればやっぱ技術だよね。
技術だから打球伸びよ、打球伸び、打球伸びを取って、この打球伸びなんかさ基礎能力めちゃ弱くなりそうなんだけど、なんか取ろう。で、ちょっと基礎能力ちょっとやばいわこれ。敏捷を上げて、これ肩 D 無理だね。いやーオール C くらいで止まっちゃうかな。まあしょうがない、それはそれがもうブレインマッスルなんだからしょうがないよね。で新島ちゃん守備か、ある程度ちょっと筋力も欲しくなってきたな。これはまあこっちでいきますか。で6月の3、6月のね4週になるとね確かもうできないはずなんですよ。筋力にちょうど2人いるね。守備には1条か。これは一応揃ったところでいきますか。残り4つなんで。で誰も来てないんで盗塁のコストとかも取ってらんないかな。よし、これは揃ったところをどんどん固めていくか。ハイボールヒッターね悪くないけど、ちょっとおいマジで揃わないか。とりあえずが1ラスト、ああ最後の最後で来たね。では行きますか。シャッキーンとここで筋力を稼がせてもらいます。 OKOKOK。 で6月の4週になると終わりと。だから6月の4週はできないってことですね。寝るかじゃあ。あ、ここって体力回復したんだっけ最後で。筋力が来てるね。まず肩は上げておきたいで、打ちたいからミートは上げておきたいけど精神ポイントが足りないか。今度はとりあえずちょっとでも精神が稼げるワンタックだけどやっておきますか。で回復は精神でいくか。なんて言ってるこれ。メルセンヌ素数3番ショート、メルセンヌ素数2の N 乗マイナス1で表される素数の音、3の場合2の2乗マイナス1。分からん、何言ってんだ。まあ、とりあえずこの能力だったらまあなんとか打てるでしょう。パワーヒッターもあるし広角打法がないからね。ただプルヒッターになっちゃってるけど。お待たせいたしました。最近ちょっとプルヒッター持ちが多くなってきたな、キャラの特性上。まあここはね初戦はどん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 打っていきたい。よし、まあ3本打てれば余裕だね。だここでねライチとかもね試合経験点ボーナスがついてるとさらに底分けができるっていう。ブレインマッスルはね一つ辛いのがやっぱりねそのやる気デッキがどれだけ揃ってるかっていうともある程度ね必要になってきますからね。コツでいくかメンタルで回復しつつ精神を稼いでいくか、こっちだな。ちょっと今メンタルが足りないんで、そもそもありがとうございます。監督から10ポイントもらって、肩ナヌーク、7月の4週はできれば能見さんが精神に来て甲子園で3回練習したい。これが一番の理想だけどね。まずはちょっとミートが欲しいですと。あとはポイント的に肩を鍛えておきますと。守備も C に持っていけるか。弾道が2なんだよねまだ。査定的なことを考えると弾道はね3に上げておきたいんですけど。おい2点取られてるじゃないか。2点を追いかけます。ブレインマッスル攻撃に入ります。先頭バッターそうヨネちゃんはねちょいちょいね打たれるみたいなんですよね。なか
かなかいいところを投げてくる。第3球を投げた、外れた、ボール。変化球を中心に投げてきますね、戸塚くん。投げました、よし、いった。結局同点か。戸塚くんは変化球中心だからな。決めとか言ってたらストレートを投げてくる。俺の心を読んでいるのかお前は。投げました、ボール。カウントワンボールワンストライク。第3球を投げました。これは入ってこないよね。カウントはツーボールワンストライクです。次が4球目、投げました、きた。 OK OK OK、 2本目。ブレインマスリードで迎える6回です。まだ投げてるか。ノーアウトランナー1塁という場面で角田今日2打点を挙げています。1条ってそれなりに足速いんだね。 C あったから完全な筋肉バカだと思ってたけど、1条ってでもそれなりに頭もいいんだっけ。なんか忘れちゃったな、設定的なものを。でポイントももらっておいて、次はちょっとよっぽどいいものが来てなければメンタルでいきましょう。いいねいいね、のうみさんありがとう。もうちょっとコツが来てたけど誰のコツか見るまでもなく精神に飛びついたからな。で一条、やっぱり筋力がちょっと余り気味かな。そうするとかといって S に持っていけるだけのポイントがあるか、悩ましいね。ショートだからね一応。で魔術師だからね、守備はやっぱりなるべく高めにしたいよね。お待たせいたしました。二回先制されるな。ブレインマス攻撃に入ります。この回の先頭バッターは角田。これはいい当たりだ、入れば同点だ、いった、入った。あとはピッチャーに耐えてもらって、俺が点を取る。あっと、いった、入った。おいよしよしよし、誰かが点を取ってくれた。シュート、今日2打点を上げています。いやなんとなく反応できたけど、ちょっと反応しすぎた。投げました、きた、もう一回回ってきて初発くんか。あれ諦めたなあいつ。たまになんかあるよねなんか追っかければさいいものをさなんか諦めるみたいな。でタック、あーここ悪くないね、人が揃ってるから悪くないね。これはここで行こう。いややっぱりね、やる気効果アップ重なると結構点は伸びますね。掛けの森か、掛けの森はね今振動がいるから、まあ、それなりに打ちやすい感じはするけど、まずちょっと守備は上げたい。肩も B は欲しいね。パワーか、余りそうだからパワー S にしとく。パワーのあるショートだな。お待たせ、守備 A には持ってきたいな、せっかくだから。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で初球を打った。パワーで無理やり持ってったけどさすがに無理か、結構詰まらされたからな。0対0で迎える4回です。ノーアウトランナー一塁という場面で、あ、しまった、落ちました。ファール、タッチはセーフ。第2球投げた、ちょっと待って、このフォークも。第3球を投げた、ツーシーム、なかなか際どいところへ投げてくる。やられてるな振動に。ちょっと待って、まず勝たないとねやっぱり。これは入ってきたか、カーブ。第2球投げた、インコース低め、ボール。カウントはワンボールワンストライクです。危ない球。第4球を投げた、打った、よしよしよし、逆転スリーラン、もう一回待ってきて、よしよしよし、変わってる今村君に。これも入ってくんね、
ここまで全打点を叩き出しています。投げた、これは確実にボール、完全なボール球、カウント1ボール1ストライク、投げました、決まってストライク、ストレートか、追い込まれました、なかなか際どいところを狙ってくる、これは外角高め、怖い、ここはよく選びました、抵抗カウント、よし、オッケーオッケーオッケー、うまく変化球に合わせた。なんだかんだで2本打ってのそれなりの打点だから、経験点的にはうん、いいね。最初心臓にちょっと押し込まれたけど、最後がコツなんかみんなコツがあるな。ナヌーク、ナヌーク、何があったっけ、あと一条だってもう掴んだでしょ、新島ちゃんも掴んだでしょ、ナヌークなんかある、上り上司、そうか、ミサちゃん入れてもよかったかもね。そうするとまあ二股はね、ちょっと糸端がねめんどくさいし、新島ちゃんのエピローグがもらえなくなる可能性があるから、まあ安定性を求めるんだったら、まあ二股じゃなくて新島ちゃんをまあミサちゃんに変えるっていうこともありかな。でとりあえず取れるものは大体取ったかな。まあ最悪筋力が上がったら体当たりとかね取ってもいいと思うけど、あとはちょっと基礎に振っていきましょう。守備は A にしたいと。で微妙に補給が C に届かない、もう総力は無理だな。これそうか、アンドロメダか、大西、第9、大西やだよ、投げました、初球はこのフォーク打てないよ、第2球投げました、よし打てた入った、みんなよく打ってんな、もう見とかしまった、これはフォークじゃなかったか、第2球投げました、打ちました、それは内野ゴロアウト、スリーアウト、ちょっと変化球を無理に打たない方がいいな。この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番、これも入ってこない、アンドロメダ、ここは引っ張りに警戒します、打った、ダメだ、さっきさ無理に打たない方がいいよねとか言っといて、これだからな、トップバッターは角田、投げた、この前フォークだったか、投球これから2球目、これはもうこれは完全なボール球、カウントは2ボールノーストライク、そろそろストレート入れてくるかな、投げた入れてきたね反応できなかったけど、次は4球目、投げた、あーこれは一伸び足りない、結局1本で終わった、ほんと大西くんやだ、52か、まあ半分くらいだね、ヒットとかがね出てればね、もうちょっとだけ経験点もらえたけど、まあもうそこはもう自分の腕がしょぼかったということでしょうがないな。でドラフトは1位で、新島ちゃんもエピローグをくれますと。いいね、60くれるのはかなりでかい。で結局何点なのっていうところですけど、あーいいね、7600、結構電池の無駄遣いがあったような気がしたけど、だハマればほんと強いっすね、ブレインマッスルは。気力余ったな、やっぱりどうしようかな、まず呼吸をちょっと上げとく。で敏捷やると枯渇するからな、怪我しにくさ取る、これでなんとなく揃ってきたね。で早球はつけよう、早球消すと、いやなんかオール C とかにはしておきたい感じがするけど、オール C にしようとすると、あーでも弾道上げるか、でこっから特能を取ってこう、技術をいっぱい使うやつ、さよなら、あとはもう取れないか、2つとかは取れないかな、あ
窮地か。窮地もあんま好きじゃないんだよね。基本的にね、俺この青赤のね特殊能力好きじゃないんですよね。ということで、技術を使いつつ、パワーとかさ、筋力30も必要なんだ。まあ、こんなもんでいっか。というところで、そうっすね、ライチのアーチストが失敗したのがちょっと痛かったですね。で、一条くんの、まあ、威圧感についてはもう失敗するものだと、思って、まあ、もし仮に2つ成功してれば、ワンランク上の選手ができたと思いますけれども、まあ、全然盆栽で、まあ、S5 のこの経験点だったら、やっぱりブレインマッスルは強いですね。で、何よりもやっぱりね、この電池がね、中毒になりますよね。こいこいみたいな、そのギャンブル性が、俺別にギャンブルとかやんないですけど、やっぱりそういうところがね、ハマる人はハマるんだと思います。というところで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。